この動画を見始める前に、大事なことを抜けてたので追加で収録しておきます。この動画の趣旨として、今僕が手元にあった最近買った無線機は技的適用外だったということで、全部が全部この僕の持った無線機と同じように技的適用外の基板を使っているのかどうかっていうのはわかりません。ただそういうのも流通している可能性があると、買うなとか今持ってる無線機を捨てろっていう意味でもないです。はい、今持ってる無線機っていうのは技的が適用されたという認証のもとで販売されているわけで、我々ユーザーはそれが本当に技的に適合しているかどうかっていうのは知る由もないというところで、これはもう総務省のそういう試験機関であるとか、そういう仕組み、あとはそのメーカーの基板を変えたのに同じ技的のシールで販売しているとか、その辺の問題になってきますので、我々ユーザーとしてそれを捨てろとか捨てなさいよっていう意味合いではありません。ただ注意して、こういうのがありましたよという認識のもとで、国産のメーカー品アルインコなりアイコムなりケンウッドなり、その辺の無線機を買うか、技的とちゃんと適合した無線機だろうと思ってね買うか、その辺は判断はお任せしますが、僕の場合は捨てるという、そういう動画です。それではご覧ください。どうぞ。全国1万5000人の GoPro 実況チャンネルファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は無線ネタなんですけど、中華の闇というところで、まあ中華製品を買うときって自己責任とか勉強代とかってあると思うんですけど、この無線機コンパクトで、可愛くって、でどこといてチープでなんか気に入ってたんですよね。でなんかそのよく飛ぶっていう中で飛びすぎるっていうね話になって、それは違法じゃないのかっていう話になってたんですよ。ただ実際この特定省電力無線っていう規格のね、まあこれも同じ規格のトランシーバー、これも同じ規格のトランシーバーです。でこのトランシーバーでも200キロとか、それを超えて300キロ近い更新っていうのは無改造の本当になんていうんやろ、純正規格のままでもあり得ることだっていうのは、アルインコ、この無線機メーカーのアルインコさんも公式に見解として、教えていただきました。でまあそれを踏まえた上で、この、2個で3000円ぐらいで買えるこのトランシーバーが飛びすぎるんじゃないんか、違法じゃないんかっていうことで話題になりました。で、結論的に今このバラしてるんですけど、もう使えないようにバラしたんですけど、この無線機のこの基板の形っていうのが、この、はい、ここに番号あるんですけど、この番号で総務省に登録されてるね番号の書類とはこれ異なるんですよ。なので、厳密にというか普通に考えて、この番号ではこの基板の組み合わせっていうのはダメなんですね。はい、なのでもうそういう疑いがあったので、もう潰す覚悟潰した状態でもうこれ捨てるんですけど、動画を撮影したら捨てるんですけど、まあこういう状態になってますと。で、当然この技的番号で登録されたものっていうのも存在するらしいんですよね。で日本国内でこれ T48 っていうんですけど、これは T48、T38、T18、T668、T667、なんかそういういろいろ型番が書いてますけども、この型番は同じ基板を使ってますよっていう技的番号なんですけども、これが、途中からこのチップセットというか、この基板に変わったらしい。で、これを、この代理店というか2社あるんですけども、そこに問い合わせました。お決まりな形というか、まあ、正当ですよみたいな感じで返答は来たんですけど、2019
2009年に申請された議的だと。で、そのウクライナロシア問題でチップセットの入手が困難になって今の状態になりましたよと。で、今この状態で議的申請をしていますっていうメールが来ております。はい、わかりますかね。今だから議的申請、こいつで議的申請をしている状態なので、今買っても通ってない状態なんでね、ダメです。はい、だから今から買ういう人は何やろうね、ちょっと考えた方がいいかもしれませんね。で、これもその有名動画配信者を見てそのリンクから買ってるんですよね。で、その有名動画配信者さんに聞いても、いや、うちの買ったやつは合法でしたよみたいな形で、メールはいただいてましたけど、はい、僕のところにあるこいつは基盤が違うので NG です。はい、まあ、使っててもわからんというか、技的を信じてユーザーを使うしかないんで、これにしてもこれにしてもそれを信じて使うしかないんですけども、まあちょっと残念な結果が訪れたなというところで、買おうとしている人ちょっと注意した方がいいというか、まあいいよっていう人は使ったらいいんでしょうけど、今僕たちがやってる市民ラジオでもね海外仕様の違法 CB 無線っていうのがね、すごい出力で更新されたりしてますけども、そんなんがはびこってる中でね、これぐらいのがどうやって言われたらどうなんですけども、こういうね、これ1台で6000円とか7000円ぐらいでもあるんで、こういうのでも全然使い方によっては100キロでも飛ぶよと。これもアルインコさんも分かってられるし、そう言ってられるんで間違いないことですけども、こいつでもそのいけることはあると思うんですよね。ただもうこうなってしまうと何がほんまや分からんというか、そういう状態になってしまいましたんで、もうこいつは僕は気持ち悪いし、なんか言われるの嫌なんで、もうこのまま破棄しますけど、はい。なのでこのちょっと今、中華トランシーバーを今買おうとする人、今まで2019年とかそれより前に買ってる人はおそらく技的の通った基板でちゃんとしたやつだと思うんですけど、ここ最近買ったやつ、もしくはここ最近技的を取った新しい機種でない限り、ちょっと不安要素があるなというところです。まあ残念な結果やけどもね、見た目が似ててスピーカーの形状のここが違った、本当に国内産と更新できないような、もう全くのアメリカ仕様っていうのも存在してたんですけど、こいつは更新もできるし技的も取ってる、なんか見た目も普通やっていうところで人気を博したんですけど、僕もそれに乗じて買ったけども、こういう結果でした。まあ残念な結果ですけど、中華の闇ですよね。はい、そんなもん中華を買うんが悪いんやっていう人おると思いますけども、まあ好きに言うといてくれたらいいと思います。書き込んでるキーボード、どこさんかなと書き込んでるスマホの中に入ってるチップはどこで作られたのかなと思いますけども、まあまあいいでしょう。とりあえずこいつは破棄します。皆さんも気をつけて、買われてください。以上。